花火見物の帰りであろうか。浴衣姿の君と歩きながら、僕は夜空を指さし説明している。あれは乳首座、なぜなら二つあるから。君は無邪気に笑う。それじゃああそこの三つ星は？小さく三角形に並ぶ星を示す君。パンティー座と陰毛座が浮かんだものの、残念ながら倒立していない。額に巻く死に装束の白い三角の布を連想させる。しかしそれを言ったら、せっかくのムードが台無しだ。適当な命名もできなくて、僕は言い淀む。すると君は振り向いて、あれは三つ目座よ。にっこり笑う。ああ、なるほど。君の額に光る三つ目の